さて、じゃあ君たちがサバイバルに出るということで、はいはい、残り3ホールだし、ちょっと3人だし、やっちゃう？やっちゃいますよ。やっちゃう？ちょっとじゃあジャンケンから始めよう。はい。勝った人から1番ね。はい。はい、最初はグッチョキっぽい。最初はグッチョキっぽい。1番。お。3番です。怖いお姉さんが見てるよ。後ろで。なんか言われちゃうと笑っちゃう。これがさ、まだもういっぱいいるんだよ。あと7人いるんだからね。そうですよね。左目に打ちたいこれですよね。前日練習ランドあるのかな。あります。じゃあそこでやっぱりマネジメントをしっかり組み立てた方がいいよね、うん、さあティーショット打って2名が右のバンカーで1名がすごい絶好のポジションにあります。ただカップインまでは何があるかわからないのがサバイバルなので気を引き締めてバンカー打ちましょう。ナイス。あら、ちょっと楽になっちゃったよ、ゆりちゃんが。ちょっと止まってますね、若干。これはちょっと無理できないな。顎が近いんで当たらないのが最前策だから、まあ48でなんとか出しました。
短かった。寄せられるかどうかが鍵になります。入れたい。だけに、ちょっとね、サバイバーボーナスやりたいんだけど、そうですね、ちょっとね、お客さんもいるから、次のホールももう一回やるってことだ。よくやる。え、いや、すごいじゃん。しびれましたね。しびれた。めっちゃしびれた。ガッツボギー。ガッツボギーだよ。ガッツボギーですよね。うん、でも今、ああいうのは、受けるから。あ、受ける。受ける。受けるから。なるほど。テレビ的に。テレビ的に受けるから。やりたくないですけどね。やりたくないけどね。そう、でも今みたいにその最後までやっぱ諦めないっていうのがすごい大事になってくるから、うん、そうですね、うん、まあ今ねサバイバルやりますって言っていきなりちょっとこうティーショット失敗しちゃったんだけど、まあ、次のホールはちょっと落ち着いていけるといいよね。はい。バンカー行っちゃったかもしれない。サバイバルだと結局さ、ティーショットからもう勝負になっちゃうじゃん、うん、すごいさ、やっぱ私とか今もそうだけど、やっぱちょっとこうドライバーがさ、まあ、曲がるのもそうなんだけど、こうやって距離によってちょっと不利になりやすいから、そう、やっぱ入ってるよね、バンカー入ってるよねで、こうだからサバイバル苦手なんだよね。ティーショットがさ、人よりも飛ぶ分ちょっとこうブレるから、うん、また耐えてる、また耐えてるよ、なんかまた芋じゃない、チョコだったチョコだった、パクパクパク、この後栄養飯なんだけどね、全然食べれる、うん、おら、あら、これぞサバイバルの呪い。
怒ったと思う。なんか右池だなと思いながら、ね、でも全然気になんないなと思ったら、ちょっと右池がパシッと。ドローがかかっちゃいましたね。ちょっと左足上がりなのもあったけど、ショック。よかったね。かかってなかったんですけど、ちょっと難しい状況ですね。58だと打ちに行っちゃって、ここの一本も53で。行かないとまずい。2人に余裕を与えてしまう。よかった。ダメだよね。なんかもっとさ、プレッシャーを与える存在にならなきゃいけない。私がさ一番なんか脱落しそうな雰囲気醸し出しちゃうっていう全然相手になんねえ違ったね。あー切れないマジか。頼むんですが、できないのが残念ですがこんな感じなんですよ、はい、いきなりなんか出ないミスが出始めるんですよ。みんな今まで順調にゴルフやってきてたのが、ドライバーでやりますって言った瞬間に、なんかもう2人ともなんか今までしなかったミスしだしたり確かに。やっぱね、なんかこう力をが入っちゃうんだよね。なんか飛ばそうとかじゃないんだけど、こう上手くやろうとか、今もそうでしょ、池があると思った瞬間にちょっとこうね、なんか出てきちゃったって、うん、そうやってちょっとした感じ、まあ試合の時もそうなんだけど、より一打のそのミスがこうで、こう状況が変わっていくプレー方式だからこそ、ちょっとね、よりそれが出やすくなっちゃう、うん、で、まあここは私が脱落したとして、はい、最終ホールを2人で戦ってもらいましょう。最終ホール2人が残りました体で。あ、じゃあ私このホール解説に回るから。100万円をかけてると想定して。そうだ、100万円が、うん、あの100万円は出せないけど100円は出すからありがとうございます。100円欲しい。100円争奪。よし、頑張るぞ。おお、いいねー。
ます。ちょっとこう上りがダラダラと最後まで続くホールなんで374ヤードですけど結構距離が長めです。右のバンカーまでは多分行かないと思うんであんまり気にしないで打っていけるホールかなと。打ち上げなんでちょっと引っ掛けやすいです。なのでこう打ち上げだからってこうあんまりこう右肩が下がらないようになるべく肩のラインは地面と平行にしながら目線を平らなところに持っていった方が。残ったね。まあ、私はちょっと脱落してるからいいとして、まあ、そんな感じです。打ち上げのホールはねやっぱちょっとこう煽りやすくなっちゃうんでそこだけちょっと気をつけながらアマチュアの人にちょっとね、もうバチバチやってますよ。100円でバチバチですよ。100円欲しい、欲しいです。さゆりさんからの100円、さゆりさんからの100円だからただの100円じゃないんですよ。ごめんね、ただの100円なんだけどさ。それで芋買うんでしょう。芋買いますよ、焼き芋買う。焼き芋はちょっと買えないんじゃない。意外と高くない焼き芋。そうですよね。最近さ、スーパー行くとさ、焼き芋の香りがすごい漂ってくるんだよね。幸せだよね、ああいうのね。買っちゃうんだよね、あの匂いに釣られてね。芋好きなんですかよ。いや、さつまいも好き。じゃがいもはそんな好きじゃないんだけど。ああ、私も。さつまいもが好き。あ、ダメだ、ちょっとピリピリした雰囲気を作らなきゃいけないのに。さゆりさんがいるとあ、ごめんね、ごめんね、ごめんね。これはかなりこう左足上がりなんで、あの打ち上げもあるプラス左足上がりもあるんで結構番手を上げなきゃいけないですよね。で、今日のピンポジが結構右の端っこに来てあります。右手前バンカーで砲台になってます。結構距離感を合わせるのも難しいし、風もちょっとあるのでここはグリーンに乗せられるかどうかがちょっとポイントになるんじゃないかなと。結構先に打つ人がどこに行くかっていうのもあのやっぱりその後打つ人に結構影響を与えるんで、お、いいですね。ったんだな。グリーンの状況わかんないけど結構今いいラインで飛んでいきましたね。予想的にはワンピンついてるかな。さあそれを見て結構いいところに乗せられたっていうのを見てどこまで行けるか。おっとー、超えてはいるね。ちょっともったいないミスでしたね。今はなんで左行っちゃったんだと思う？なんか止まっちゃった感じがします。あーそうだよね、うん、だからね多分ちょっと右向きやすいんじゃないかな今のロケーション。だから右向いてるとどうしても体のラインが、はい、左サイドが邪魔になって、うん、でかつ左足上がりだから、うん、ただでさえ回りにくい状況だから、はい、だから今あの振っていけないからちょっと詰まって、うん、ちょっとダフっちゃった感じがあったし、はい、多分ミリちゃんよりもタイちゃんのラインの方があのより左足上がりがきつかったから、だからちょっとそこはね左足上がりをもうちょっと警戒したかったなっていう感じはするよね、はい、まあでもバンカーは超えてるから最低ラインはクリアしてるけど、はい、まあミリちゃんのボールがどの辺まで近づいてるかなっていう感じですよね。これはおーうまい。
バーディーパットで。したね。危ねえ。いやー、バーディーパットね、あれ簡単じゃなかったもんね。今もうマウンドが結構来てるところについちゃってたんで、まあ、距離感も、まあ、ちょっと下りが入る分距離感も合わせなきゃいけない、ラインも結構見なきゃいけない、でも入れたいっていうのがあったから多分ちょっと浅く読んじゃったんだよね。うん、ちょっともったいなかったね。まあでもナイスアプローチのパーだったね。はい、うん、どうです、ちょっとまあ疑似サバイバルをやってみましたけど、なんかなんとなくサバイバルってなったらすごい触れてるなって思いました。あ、逆に力んでるの。ああ、逆にね、はい、すごいスピード出てるような気がします。あ、逆だな、逆だな、なんか緊張はしないけど、うん、意識はすごい、なんか見えないものが見えたりする。あの息とかそうですし、ね、いや面白かったんじゃない。面白かったです、ね。反省点と、まあ、どうしていくかをちょっと話しましょう。はい、食レポを始めます。